山川穂高さん、先に謝っておきます。来年はもっとふざける予定です。 W、 これまさかラリアットじゃなくガシマンしてたとは。なんでこんなに判断長引いてるんや。性的暴行はおふざけで済まないやろ。山川もこの年で丸1年野球しなかったら不起訴でももう無理だろう。今年の契約更改どうするか知らんけど。何このラルキみたいな文章。今山川批判したら別件の暴行罪も追加できるやん。このクラスでもいなきゃいないでどうにでもなるんやな。って最近の西武見てると思う。山川煽ったら1億チャンスあるんやな。ちゃんと予兆あったんやな。これ周りにも責任あるやろ。それを言うなら3年以上前からふざけてたんだよな。ガシマン批判したらラリアット飛んでくるの。真面目に今年の契約更改どうなるんやろな。今年ずっと謹慎なライフへ取れんやろ。ふざけすぎて大型契約どころか全て失ったな。なんやちゃんと謝罪しとるやん。許した。おき謝罪できてて偉い。去年のオールスターでも一人だけ浮いてたからな。ご視聴ありがとうございました。